はい、やっと感謝します。本日は令和5年の12月24日、ここは韓国第2の都市にある釜山駅でございます。今回なんですけども、動画のタイトルにもありますように、日本人はなかなか乗ることができない韓国の LCC 高速鉄道ということでお届けをしていきます。韓国には2004年にフランスの技術を取り入れて作られた KTX という高速鉄道が走っています。こちら日本でいうところの国鉄に相当する韓国鉄道公社コレールが運行する高速鉄道になっています。ただ韓国にはこの KTX だけではなくて、もう一つ高速鉄道があるんですね。それが今回紹介する SRT という高速鉄道です。こちら一応コレールの子会社 SR 社というところが運行する高速鉄道になっているんですけども、この SRT の最大の売りは KTX より 10% ほど運賃が安いというところにあります。そのため大人気で、基本的にほとんどの列車が満席になるという高速鉄道になっているんです。そのため日本人が 2,3 日観光に行って、現地で券売機を叩いて切符を手にするということが非常に難しい高速鉄道になっているんですね。それならネット予約であらかじめ押さえていくということになるわけですが、実際ネット予約のサイト、外国人向けのサイトも用意はなされているのですが、これ非常に大きな落とし穴がありまして、予約する段階で韓国の電話番号がないと予約することができないという仕様になっているんです。そのため日本人を含む海外からの外国人観光客が SRT の切符を抑えるということは非常に困難になっているんです。閑散機などは券売機の前で粘っていたら運よく空席を拾うということもできなくはないと思いますが、なかなか乗ることができない、そういう高速鉄道になっているんです。これより KTX の方も非常に需要が大きくなっていまして、当日だと空席が拾えないということが多々あるのですが、一応これの方はネット予約で電話番号が必要ということはありませんので、あらかじめ予定が決まっていればネット予約で抑えるということも可能になっています。以前私コレール KTX の方は何回か乗ったことがありますので、その KTX と SRT との違いなんかもですね、動画で紹介できたらと思います。というわけでよろしくお願いします。さあ今回使っていく切符がこちらです。見ての通り、本来日本人観光客は使えないはずのネット予約で押さえてあります。実は今回ちょっと裏技を使いまして、韓国のお友達にお願いをして代理で取ってもらったということになっています。韓国の鉄道も日本と同じで1ヶ月前販売開始なんですけども、今回の予定あらかじめ結構前から決まっていましたので、1ヶ月前ちょうどのタイミングでですね、お願いをしまして代わりに取っていただきました。誠にありがとうございます。さあ駅構内に入ってきました。電光掲示板の下、人がたくさん並んでいるところが切符売り場です。日本人を含む外国人観光客が現地で切符を抑える場合は、この有人窓口を使うことをお勧めします。今ご覧いただいているこちら券売機なんですけども、基本的に日本人観光客は使えません。なぜかと申しますと、クレジットカードしか使うことができないんですけども、残念ながら韓国発行のクレジットカードしか使えないという仕様になっているんですね。今この券売機を触っているのはですね、実際 SRT がどれぐらい混雑しているのかというのをね、ちょっと確認しようということで触っています。ソウル側の SRT の終着駅は須曽駅というところです。釜山から須曽まで今の時間帯で空席がある列車を調べますと、こんな感じでソールドというような感じで全部満席と表示されています。次の時間帯を確認してみてもですね、こんな感じで全部満席です。今の時間帯10時35分ですが、14時54分の列車までは全部満席。その次の時間を探しまして、ようやく15時40分に空席が見つかりました。その後の時間もさらに見ていきますと、夕方から夜にかけて基本的に満席ですが、こんな感じで深夜の時間帯だと、ちらほら空席があるかなというような感じですね。どうしても当日 SRT に乗りたいという方は、深夜とか早朝の時間帯を狙うといいのかなと思います。その後もうちょっと触ってたらですね、こんな感じ SRT334 列車12時51分発、キャンセルが出たのか空席になっていました。ネットの情報を見れば多くの列車が満席になるという情報も出てきますが、実際は深夜や早朝であればだいぶ空いていることも多く、またキャンセル待ちというのも必ず出ますので、ものすごく労力を使えば乗ることもできなくはない、そういう風になっているのかなと思います。あと SRT のサイトを見ますと、外国人のところカミングスーンになっていますので、おそらく将来的には外国人も予約することができるようになると思われます。コレールの電車や SRT に関しても基本的に同じホームから発着するんですけども、今回乗っていく列車はこちら SRT の328列車でして、番線は8番線ですかね、こちらに向かっていきたいと思います。さあこちらが今回の SRT328 列車の切符です。これから改札に入っていこうと言いたいところですが、実は韓国の高速鉄道や特急には改札という概念がありません。信用乗車方式をとっているんですね。そのため切符を持っていなくてもプラットフォームに立ち入ることもできなくはないのですが、不正乗車をして万が一それがバレると最大で運賃の30倍を支払う必要があるというペナルティが設定されています。そこが日
本と大きく違うところかなと思います。さあ8番線プラットフォームに降りていきますと、白い車体に紫の帯を巻かれた車両、これが今回乗っていく SRT の車両です。今回乗っていく車両は SRT の13万系という車両になっています。 SRT で運行している車両はこの13万系のほか12万系という車両もあります。基本的に見た目は全く一緒なんですけども、13万系は SR 社独自で発注した車両、12万系はコレールからリースされている車両という違いがあります。先頭のお顔も見に行ってみましょう。13万系を示す300から始まる数字が振られています。今回はシリアルナンバー1番の車両ですね。ちょうどお隣のプラットフォームには12万系を示す200から始まる数字が振られています。 SRT として運行されている13万系、12万系ともにこの釜山駅で見ることができました。この SRT の車両はコレールの方の KTX 2代目サンチョンとほぼ同じ車両になっています。 KTX の方は白地に青が基調のカラーリングですが、こちら SRT の方は白地に紫、パッと見でわかる違いはそれぐらいだと思います。 KTX 2代目サンチョンシリーズには実は4種類ありまして、詳しくは以前の動画で紹介してますので、よければそちらもご覧いただけましたらと思います。ただいまの時刻は10時44分、今回の列車出発時刻は10時48分ということで、そろそろ車両の方乗り込んでいきたいと思います。 SRT の車両は10両編成ですが、先頭と一番後ろの車両は動力車になっていまして、実質お客さんが乗れるのは中間の8両のみということになっています。台車は連接台車になっていまして、こういったところを見ると、やはり日本式の新幹線ではなくフランスの TGV の流れを組んでいるな、乗るたびに感じます。プラットフォームが非常に低い位置にありまして、車両に乗り込むにはステップを上がる必要があります。見やすいようにライトもついていまして、親切ですね。さあ車内に入ってきました。インテリアはこんな感じです。座席のモケットが紫色になっているのが特徴的だと思います。KTX のサンチョンの方では座席のモケットはグレーでした。私の座席6号車1例席がこちらです。シアズ駅プサンの段階ではお隣 C 席には人は座りませんでした。座席の枕カバーのところ SR と書かれているのが特徴的です。座席のリクライニング倒していくと、結構深くまで倒れるという印象です。 KTX サンチョンの方にも11万系と14万系とありまして、車内の内装がだいぶ異なっているのですが、この SRT に関してはどちらかというと14万系に車内の内装を準じているなという感じです。肘掛けのところにはオーディオサービスもついています。ちょっとイヤホンを紛失しまして、ちょっとこれ体験することはできなかったんですけども、以前 KTX サンチョンの方に乗った時、これ実際に音楽聞くことができました。日本の車両だとバブル期に製造された車両だとこういうオーディオサービスついていることが多いですが、最近の車両ではなかなか見かけないですよね。というわけで時刻は10時48分、帝国通り始発の釜山駅を出発していきます。ちょうどお隣のプラットフォームには KTX の初代10万系が停車をしています。こちらフランスの高速鉄道 TGV レゾの韓国版仕様ということになっています。韓国はフランスに比べて高速鉄道のトンネルが非常に多いということで、そのトンネル突入時気圧差に耐えれるよう全面形状が丸みを帯びているというのが特徴的です。日本の JR 九州787系にも少し外観が似ているかなと思います。 JR 九州の787系は TGV のデザインを若干参考にしてエクステリアデザインをした、そんな話も聞きます。これからコレールの KTX と同じ線路を通ってソウル方面を目指していきます。日本の場合 JR、旧国鉄もそうですが、一部の線路は鉄道運輸機構というところが保有しているところもありますが、基本的には JR が線路を所有して JR が列車を運行するということになっているんですね。ただ韓国の場合は線路の所有と列車の運行が分かれていまして、日本の鉄道運輸機構に相当する国家鉄道公団というところが線路を所有していて、でそこにコレールと SR 社それぞれ線路使用料を払って列車を運行しているというスタイルになっています。こういったスタイルは日本では非常に珍しいのですが、同様の例を挙げるとすれば関西空港に至る鉄道の臨空タウンから関西空港の区間、ここが一番近いのかなと思います。新関西国際空港というところが線路を所有していて、そこに JR 西日本と南海電鉄がそれぞれ列車を運行するという形です。空港高速鉄道線の仕組みを高速鉄道でやっているというのが KTX と SRT との関係というわけです。そのためコレール KTX の方はコレールの職員が運行していますが、 SRT の方は同様に SR の社員が運行するという形になっています。日本の北陸新幹線の JR 東日本と西日本との関係ともまたちょっと違った形で運行されているわけです。
さて列車は早速トンネルに入っていきました。在来線の京畿本線の方はまだしばらく地上を走行していきますが、その在来線とはお別れをしまして、高速鉄道の方はここで地下に潜り、しばらくの間地下およびトンネル区間を走行していきます。なので景色を眺めるなら在来線の京畿本線の方が個人的にはおすすめです。今回の目的地トンデグまでの在来線と高速鉄道線のルート大まかに示すとこんな感じです。驚くべきことに赤色の比較的直線的に結んでいるのが在来線京畿本線の方で、青色の遠回りしている方が京畿高速線です。なんと高速鉄道の方が1割ほど距離が長いんですよね。高速鉄道がわざわざ遠回りする理由としては途中ウルサンを経由するため、そういうふうに個人的には推測します。在来線が敷かれてから高速鉄道線が敷かれるまでの100年間の間でウルサンという町の地位が抜きんでて高まった、そういうことを意味しているのだと思います。始発の釜山出発の段階のアナウンスは肉声で韓国語のみで行われましたが、停車駅が近づくとこのディスプレイのところにハングル以外英語や日本語などでも停車駅の案内がなされるようになります。そのあたりはコレールの KTX と同様になっています。現状日本人を含む外国人観光客はネット予約で SRT の切符を抑えることはできませんが、停車駅の案内などは日本語でもなされるようになっています。時々日本で鉄道の駅構内のハングル表記は必要なのかという議論が起きることがあります。実際自分が海外に行った時を想像すると、英語表記さえあれば分かりそうな気もしますが、一方で異国の地で日本語表記を見た時の安心感は計り知れません。ハングルの国韓国ではちゃんと日本語の表記もなされているということは知っておいて損はないと思います。さて座席の周り見ていきましょう。背面のテーブルは一番前の座席なのでありませんが、壁から引き出すタイプのテーブルがついています。ちょっと手前側に斜めっていまして、ちょっと置きにくかったんですけども、お水を置くとこんな感じです。列車ただいま250キロぐらいで走っていると思われますが、それでもほとんど揺れていないというのがお分かりいただけると思います。結構補線もしっかりなされている印象です。そして網ポケットのところには雑誌、日本の東海道新幹線時代の先端を行く雑誌ウェッジみたいな感じでしょうか。そしてフットレストもついています。ペダルのところを押すとこんな感じで出てくるという仕様です。さて続きまして電子機器の充電設備です。コンセントに関してですが、この座席の下のところについています。この丸いのがコンセントなんですね。日本のコンセントの形状はそのままでは刺さりませんが、日本の家電量販店で300円から500円ぐらいで販売されているこの韓国式のコンセントのアダプターに接続することでこれにつなぐことができます。 KTX の最新型 UM 号に関しては韓国式のコンセント以外にも世界共通の USB Type A やそれからスマホのワイヤレス充電ポットといったハイテク機器も搭載されています。さて列車は10分ぐらいずっとトンネルに潜っていましたが、ようやく地上に出てまいりました。280キロぐらいの速度で韓国の地方の景色を眺めることができます。さてデッキのところを見ていきますと、かつて日本の新幹線 E4 系であったようなデッキの補助椅子が設置されています。 KTX の方では座席が満員の場合立ち席で利用するということもできなくはないのですが、 SRT の方は立ち席で利用するということはできません。KTX と同様の設計にすることでなるべく費用を抑えるという狙いの他に、 SRT では定期券も販売されているのですが、定期券では座席の指定ができないということになっているようでして、そういったお客さんが利用する用の補助椅子なのかなというふうに推測します。そしてこちらは車内の自動販売機です。日本の鉄道だと車内の自動販売機や車内販売などは縮小傾向にありますが、韓国の特急や高速鉄道にはこういった設備が充実しています。韓国で発行したプリペイド式クレジットカードワウパスで購入しようと思ったのですが、おそらく残高不足で弾かれましたので諦めて現金で購入することにしました。さて自動販売機と格闘していた間に列車はウルサン駅に停車をしていました。このウルサンの街は韓国を代表する自動車メーカーヒョンデ自動車のお膝元になっています。日本でいうと愛知県豊田市のような街でしょうか。ただ人口規模で見ると愛知県豊田市が45万人程度なのに対し、こちらウルサン広域市は110万人程度の街になっています。日本でいうと仙台市ぐらいの規模のある非常に大きな街になっています。
高速鉄道の駅は町の中心部から20キロほど離れたところに設置されていますが、それでも見渡す車窓には高層ビル、高層マンションが立ち並んでいる様子がうかがえます。工業都市としてここ100年急速に発展してきたウルサンの町を出発していきます。ちなみに今使っているこちらのマップ、実は韓国のネイバーマップというものです。韓国国内あまり Google マップの使い勝手が良くなくてですね、韓国に旅行に行く場合はネイバーマップ入れておくと便利だと思います。日本第3の都市名古屋は縮尺の関係で表示されないような大きさの縮尺ですが、それくらいの縮尺でもしっかりとドクとは表記されているというのがなかなか興味深いところだと思います。さて今の列車の速度は293キロです。一応この京畿高速線の最高速度は305キロに設定されていると聞きます。見える景色的にも、そしてトンネルの多さ的にも、なんとなく日本の山陽新幹線に似ているなと感じます。さて今通過しているこの駅はキョンジュ駅です。駅の先端に設置されていた駅名表を見ると新キョンジュ駅とハングルで書かれています。気になって調べると2023年に駅名が新キョンジュ駅からキョンジュ駅に変わったようですが、駅名表はそのまま旧駅名を表示していたようです。列車は300キロ近くで走行していますが、ペットボトルの水面ほとんど揺れていないというのがお分かりいただけると思います。そして音も比較的静かです。日本の新幹線方式とは違いまして、動力集中方式、先頭と一番後ろにしかモーターがついていないということで、中間の客車はモーターの音がせず比較的静かです。日本の新幹線方式とは違った動力集中方式のメリットもここで感じ取ることができるというわけです。さて今回紹介している SRT、KTX との差別化としては運賃が 10% ほど安いというのがありますが、それ以外の大きな違いとしてはソウル側のターミナル駅が違うというのが挙げられます。 KTX の方は普通にソウル駅に到着しますが、こちら SRT の方は少し離れたところ、カンナム区にありますスソ駅というところに到着することになっています。まあ、これには経緯がありまして、もともと京畿高速線はソウル近辺はもう開発され尽くしているということで、新しい線路を敷くことができず、在来線の京畿本線を走行するということになっているんですね。まあ、そうすると在来線の列車とも勝ち合ってしまって線路容量が逼迫しているということで、新たな高速新線を作ることになったのです。それがこの SRT が主に使っているスソピョンテク高速線です。ただこれを作るにあたって韓国政府とそれから国家鉄道公団はこう考えました。せっかく高速新線を作るんだったら、ここにコレールではなく民間の会社に参加をしてもらって、コレールとの間で様々な競争を起こさせようと考えたんです。まあ、確かに日本でも JR と私鉄がバチバチに競合している区間では驚くほど安い割引切符が販売されていたりと、結構利用者側としてはメリットがあるところということで、これには非常にうなずけるところなんですけども、結果的に言えばこの計画はあまりうまくはいきませんでした。というのもですね、この計画に対してコレール、それから一般市民から猛反発を受けまして、まあ、結果的にこの新たに運営する会社というのはコレールの子会社が運営するということで決着がついたんですね。それがこの SRT を運行する SR 社というわけです。株式のうち 40% ほどコレールが持っているコレールの子会社ということにはなっているんですけども、それまで韓国では株式会社が鉄道を運行するというのはありませんでしたので、この SR 社の誕生は当時韓国社会に衝撃を与えたと言われています。まあ、コレールの子会社ということで、なかなか日本の JR と私鉄のようなバチバチの競合関係というわけにはいかないと思われますが、それでも KTX に比べて運賃が 10% ほど安く、 SR 社のホームページなんかを見ますと、その分交通費の節約など利用者にとって非常に大きなメリットをもたらしてきたというようなことが書かれています。さてそんなことを話していましたら、向こうの方から線路が近づいてまいりました。これが在来線の方、京畿本線の方です。釜山を出発してすぐお別れをしましたが、ここで再び合流をするということになります。このまま並走をしながら今回の目的地トンデグに進んでいきます。トンデグやテジョンなど非常に大きな町に関しては高速新線の方、地下を通すという計画もあったようですが、まあ、莫大な費用がかかるということで、まあ、結果的にこの京畿本線の横、並走する新線をもう一つ作るということで落ち着きました。さて列車はトンデグ駅に到着です。降りる前にお手洗いも少し確認することにしました。 KTX 三チョンシリーズについているお手洗いと基本的には同じだと思います。
さてトンデグで列車を降りていきましょう。私以外にも結構たくさんのお客さんがこのトンデグで下車をされていたというのが印象的でした。テグ広域市は人口246万人、日本で言えば名古屋と同じかそれより少し大きいぐらいの規模のある都市になっています。このトンデグでたくさんの人が降りていきますが、同様にまたこのトンデグから乗ってくるお客さんもたくさんいます。ここで乗客が一定数入れ替わるというわけです。乗ってきました。 SRT が止まっている奥のホーム、 KTX の方のサンチョンがやってまいりました。同じ駅を違う鉄道会社が共有するというなかなか日本では見ることができない韓国の鉄道システムを楽しむことができます。というわけで列車も出発していきまして、いろいろ見ることもできましたので、これから駅の外を出ていきたいと思います。日本だとプラットフォームから上がるときに改札を通りますが、韓国はそれがないということで、やはりですね、慣れないというかちょっと変な気分になります。さてトンデグ駅、駅の外に出てまいりました。こうやって眺めてみると、思ってた以上に高層ビル、高層マンションが多くてですね、その栄えっぷりに驚かされます。今回の動画はなかなか外国人観光客は乗れない韓国の LCC 版高速鉄道 SRT を紹介するということでやってまいりました。まあ、将来的には外国人観光客もネット予約で抑えることができるようになるとは言われていますので、その日が来ることを心待ちにして動画の方を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。